が一人で生きていくなんて、やっぱりそれは違うんだよ。人が届けたり見えないところで働きかけているんだ。そんな当たり前のことだけど、コロナ以降に思い知ったよ。人であるために、人であるために、この時代に何をすべきだろう。人は人じゃなくなったらとても悲しくなるだろう。だから声にならない思いを叫ぶんだ。ために変える必要もない。毎日のようにコロナの患者数を読み上げているニュースキャスター。行ったり来たりの不安が包まれてゆく。スマホと家にいる時間が増えてく。人と人との距離がなくなってく。病気と不安に怯えて、酒とタバコが増えていく。相変わらずの日常が幸せになるように、あの店員さんありがとうと言ってみよう。困ってる人を見かけたら手を差し伸べよう。人であるために、人であるために、この時代に何をすべきだろう。人が人じゃなくなったらとても悲しくなるだろう。だから声にならない思いを叫ぶ。ために変える必要もない。人であるために、人であるために、この時代に何をすべきだろう。人が人じゃなくなったらとても悲しくなるだろう。だから声にならない思いを叫ぶんだ。おー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 。人であるために、人であるために、人であるために変える必要もない。
人であるために」